えーとですね本日はですね長所と短所というのはもちろん誰でも持ってましてですねえまあみんなそこら辺悩んだりねえそこら辺で得意になったりえ滑ったり転んだりしてねえ毎日こう人生を送っているという形になりますね長所はねえ非常に嬉しい輝かしい胸が誇るね体がぐんぐんこう態度や体がぐんぐん大きくなる。 短所はね、えー、恥ずかしいみっともないでね、えー、なんかそれを晒すとですねどんどんこう体がぐん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 ちっちゃくなってきちゃうみたいなね、まあ、そういうようなこう感覚を得るものでありますよねまあ誰でも持ち合わせてるけどね案外長所と短所というのは裏表というところがありますね要するに同じ面の光が当たったところが長所であり影となったところが短所であるみたいなね、まあ、ところがあるんじゃないかなというふうに思いますね。 子私もです、ね、子供の頃からあ自分をこうずっとこう振り返ってみますとす、ね、結局、1つの特徴があってそれの光が長所になって別の光がですね、あその影ですねその光からできる影がね、短所となっているという、ね、部分にすごく気づきますね。そしてですね、よく言われるのがね、人間は同じ失敗を何度も何度も繰り返すみたいなね、言葉がありますね。 これもね、えー、まあ理屈的には同じことだと思うんですね。一つの特徴があってですね、えー、それでうまいこといくのもだいたい方法論的には同じ生き方ですね。で、うまくいかなくなるというのも、うん、まあその同じ特徴の、 失敗というかですね短所というか裏目に出た場合の結果だというような見,見方が出るんじゃないかなというふうに思いますね。そしてそういう根本的な特徴というのは人間の場合ほぼね一生変わらないんで、まあ、同じことを繰り返すというのはその場所とかね、えー、スタイルとか、まあ、方法論ですとかその環境ですとか年代とか時代とかねそういうものが違うだけで結局は同じことを繰り返しているというのは自分という人間のこの特徴が変わらない から同じ失敗を繰り返しているように見えるだけでということなんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ私の場合ですね。えー、子供の頃ね、えー、からどういうふうに言われていたかと言いますとですね。まあ基本的にですね、えー、学校の通信簿でですね小学校から一年生から六年生まででまあずっとね、えー、まああなたは落ち着きがないというふうに言われてましたね。いつもそわそわして、えー、なんかこうしゅなんていうかな落ち着きがない。 1年生から6年生までですねずっと好きじゃがない。 人悪い合となんていうかな、まあ、頭のカイトングが早いとかねものによく気づくところはあるけど、まあ、人にこうちょっかい出したりとかですね落書きしたり人の話は聞いてないし興味のあることは集中するけど興味のないことは全く集中せずですねまあ人を笑,笑わしたりですね落書きしたりとかですね、えー、まあひどい時は教科書も開かないみたいなことをですねずっと言われてましてですね まあその通りだなというふうに思ってるんですけどねで基本的にはもう今もね、えー、まあ変わってないというところがありますね。 で,うん、ですから、まあ割とこう活発風な子供ではあったんですけど、まあ、結局は、まあ、集中力がないというかですねすぐ飽きちゃってみたいなねそういうことをこう繰り返してですね学校は割と好きでえ休むことなくは行ってはいたんですけど、まあ、とにかくね授業中じっとしているのが苦しいというような感じで,でして、まあ、落書きしたりですねあとは基本的にこう面白いこととかギャグとか言ってね周囲の人を笑わすとかですね、まあ、そういうことばっかりしてましてですね で本当にこう順位は聞かないとまあ、いうようなですね、えー、感じですねあとはもう教科書ノートは落書きだらけでねまあ、落書き落書き落書きあとはギャグ冗談、うん、あとは先生の上げ足取りとかですねまあ、そういうような感じのことをね続けてました。ででままあ、これじゃいいいかんという,ふうに思いましてですね中学2年 生ぐらいの時にだけですね、1年間ぐらいなんか急に一生懸命勉強してですね、まあ、それなりにちょっとこういい成績になって、まあうんまあ、そうですね、それで、まあ、一応志望の、まあ、高校には入れたかなという感じですけどね、もうそれでも勉強こりごりみたいな形になってましてですね。 うーんまあ勉強は一切ボイコットしてですね、えー、それよりさらにひどくなりましてですね、えー、学校の授業中、先生とかね、えー、じゃあ授業始めますとか言ってもね教科書を開きもせずですね特に物理科学とか理系が苦手だったんで、えー、先生がじゃあ始めますとか言ってもですねまあ、教科書も開かずにですねまあえー、突っ伏して寝てたというような感じでですね、えー、生活していましたね。でままあ当時は、まあ 高校時代はねスポーツ運動部で、まあ、激しい運動部をやってい,たいて,てですね坊主狩りにしててですね授業は聞かないというようなスタイルをね、まあ、貫いていたという。 しょうもないねえ子供時代を過ごしましたですね。まあこの落ち着きがないというのは当然欠点なんですけどね。まあ、これはどういうことかというとまあ基本的には好奇心が強いとかねえー、まあエネルギーが割合とこう高いというようなね見方もできると思いますね。今ではねえ A D H G ですね。えー、まあそういうねえ言葉が 定着してましてです、ねまあ世間的な理解ですとかねそういう分析も進んでおりましたがですね当然私が子どもの頃はそんなような言葉のね ADHD の絵の字もなかった時代だったんで、まあ、とにかく落ち着きがなくて、えー、イライラしてじっとできないやつという形だったんで、まあ、自分でもねああちょっと俺は落ち着きなくて駄目だなみたいなところもあったことはありましたね。 しかしまあ得意な、ねえまあ、あの分野があってですね、まあ、美術とかが得意で、えー、まあ国語が少し得意でぐらいであとはまあ普通という感じですね理系はダメでですね音楽とかもダメでみたいな形でしてですね それでまあ美術が得意だったんでね学校でも割合とこう学年でも有名みたいなところがあってですねあと野球とかですね運動が得意だったんでであとはまあ,あの人間を、ね、まとめたり面白いことを言ったりあのチームというかグループをまあちょっとこう引っ張ったりみたいなねそういうようなところが結構あったんで。 まあコンプレックスとかレッドガーみたいなのはあまり感じなかったんですけどとにかくねえ学校自体は好きだったんだけどそのじっとしているのは本当に苦手だというようなところがありましたねでこれが長所の面で見ますとですねやはり、まあ、好奇心が強くてねいろんなものとか新しいことをしたがるとで、まあ、あっち行ってこっち行ってみたいなこととかね新しい、まあ、ゲームみたいなことをやったりとかですねで、まあ、そういうのは得意でしたねしかしねその反面飽きやすいというところがあってですね わーって熱中するんだけどバッピコッと飽きちゃってですねそ,れその後は以降はもう見向きもしないみたいなね、まあ、そういうようなことを延々と繰り返してましたね、まあ、ひどい時はなんていうかあの小学校の時もね、まあ、そういう56年ぐらいになるとなんていうのかなグループができますね男の子だったら大体4人とか5人ぐらい一組でねおとなしい子で虫の研究が好きな子たちとかね、まあ、悪ガキでね、えー、ちょっとこう。 喧嘩ととかかが好きななような連中とかね運動が好きで野球のことばかりとか、まあ、音楽が好きで、ね、楽器とかを弾いたりとかするような、まあ、連中とかですねそういう形の連中が何個かグループがあってたい、ね、そういうのは分かれてきますね。 でまあ、本当に何ていうかなひどい時はその A グループ B グループという形で名前を付けていきますとねまあ、最初は A グループと付き合うんだけどだんだん飽きてきてこの B グループに行って C グループに行ってみたいなね、まあ、グループの渡り歩きみたいな形のことをねやったりとかしてですねそれでも飽きちゃってフラ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 してるみたいなところがあってですねうん。 まあそれで誰かにいじめられたりとかですね、喧嘩したりとかっていう部分はなくですねなんとなくこううろ,うろこう過ごしてたという形でいたんですけどねなんかとにかく新しいものが欲しいなとか何かやりたいなみたいな形になってきたというところがありますね。 ですから、まあ、結局好奇心が強くて、まあ、ある種活動的というかエネルギーがあるけど、まあ、それが長所しかし短所ということでは落ち着きがなくてですね一つところにこうじっとしていられないというのはですね、まあ、性格っていうかね、えー、だったと思うんですね。まあ、こういうううういいい部分のの、ねえー、性格っていうのは本当にね、ね、えー、どういう人でも、ね、それが 逆におとなしくて一つのことをずっとやるようなタイプの方もいてですねまあ、そういう人は多分ね子供の頃そういう性格だと大体変わらずにです、ね、できっちりね勉強になる目標みたいなものを定めるとですねそれをずっと延々とこうやってですねそれらにこう成果を上げてですねそのチームのねまあ、中枢にこう入っていくとかねまあ、それは趣味でもそういうふうになると思いますしお仕事してでもねそういう人はねきっちりねきっちり きっちりこう進めて、えー、それなりにこう成果を上げてそれらのポストに就くというようなね、えー、タイプの人になるんじゃないかなというふうに思いますね。それは本当に長所だと思いますしね。しかしねまあ、短所と言いますとですね今度割合とそういう方っていうのをこう狭いん っていうととこあると思うんですね話をしてもこのことは知ってるけどそれ以外のことはこうあんまり知らないとかね真面目できっちり一生懸命やるんだけどいまひとつこう面白みがないというかね、まあ、そういうタイプになるんじゃないかなというふうに思いますね。そして一つのも,ものをこう極めるけどそれ以外がこう全くダメなんでね時代とかが変わってしまうとそういう部分のこう適応性とかあまり得意でないとかですね。 まあ専門特化してるんで顔とかがねえあまり広くないっていうかねいろんな種類の仲間ができたりするとういうわけではなくねやっぱりこう狭い世界でずっと居続けてえまあその一つの趣味だったら趣味の世界にね毎月毎月毎回毎回参加するけどまあそれ以外の会には参加しないとういうようなですねまあ,ある種の狭さみたいなところがあったりしますね。ななななかなかかか広くて深いといいとととうう形ののことをできる人は おらずにですね、まあ、広いけど浅い人と狭いけど深い人みたいな形でですね、まあ、分けられるんじゃないかなというふうに思ったりするわけですね。まあ、こういううういい特徴とのはでですすね、ね、まあ。生まれつきだと思うんです、ねまあ、努力してねそういうコツコツ型になるっていうのはちょっとこうやっぱり難しいんじゃないかなというふうに思えましてですね もうやっぱりそうなるとそういう、まあ、性格とかね、えー、そういう自分の方向性っていうのをきっちり受け入れてですねもう好き嫌いとかですね、えー、なんでこうなったんだというようなですね否定的な見方とかをするのではなくね、まあ、自分はこういうなんていうか生まれつきとかこういう資質があるので、まあ、これをねいかに最大限にいいところを伸ばすか。 ととといいいいいいうう形のことをすする方がいいんじゃないかなかううに思いますねやはり例えばですね、うん、私みたいに落ち着きのない人間がですね一つのこう会社にこう勤めてですねえ金属何周年みたいな形で同じような部署で同じような仕事を延々と続けるとはあ全くもって無理なんじゃないかなというふうに思いますね。弟がちょっと私もいるんですけど彼なんかは全く逆の性格で、えー、まあ きっちりね、えー、ある種の大きい会社に勤めてもうね金属ずっと何十年という形で続けていてですね、えーまあ、それでもね、えー、飽きることもなくですね、まあ、本当に休むこともなくですね、えー、文句を言うわけでもなくこうきっちり勤めているという形でしてですね、まあ、私では到底できない世界を繰り広げているわけですね。 ではじゃあ落ち着きのない人は何をすればいいかというとですね、もう本当日々国国変わるようなものとかですね、えー、まああのー、くるくるいろんなものこう、状況が変わってそれをこうマスターしていくようなものですとかね、まあ自分のこう興味を持って、えー、どんどんこう突き進めていくとか、ああいうようなねお仕事とかが向いてるんじゃないかなというふうに思いますね。例えばこうジャーナリストですとかなんかはね、こ、え、れ、ー、くる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 ね変わる情勢をですね、その度にこう勉強してですね、い、え、ろ、ー いいいろんなな知識を仕入れれれててて何かとと組み合わせてそれでこう発表していくという形になりますねこれがやっぱり好奇心が少なく強い方ではなくですね一つのことだけ固定してやりたい人から見るとですね目,を目が回るような忙しさだったりとかね、えー、とてもじゃないけどちょっとこう吸収できないという形になってきてですね、えー、対応できないという形になりますがまあ落きのない系の人だとねそういうのが逆に楽しいという形になりますね。ですから この辺の適合性というかですねそういうものはね見極める必要があるんじゃないかなというふうに思いますねそしてですね同じ失敗を繰り返すという傾向があるのはですねその基本的な性格が変わらないわけでそこの光の当たり方影のでき方というものが変わらないわけなので応用系とかねその時代とか場所とか雰囲気とかその状況によってまあ、その光の当たり方が変わるだけでですね結局は 同じことの繰り返しという形になるというのはそういうことだということになりますね。私のののの場合の失敗の仕方も子供の頃からずっとこう共通しておりますね、うん、やはり先ほど言いました小学校の時 A グループ B グループ C グループというのを当てられるというのはある意味でね器用で融通性があってですね、えー、仲間顔が広くなると,ところもありますね。えー、でも、ね、その一方やはり、ねまあ、の底が浅いと ここここういういい形になりますすね。ねここ。の付き合いががそ浅くてです、ね、あとは信用あまりこうされませんねあいつあっちもこっちにも行ってるとかホームにやろうみたいなね、えー、いうような形に受け取られるところがあってですね顔は広くて友達たくさんいそうだけど深い友達はいないというようなね、まあ、状況になりがちなところもありますね。 あとね、まあいろんなことをね、趣味とかそういうものもですね、いろんなものをこう手に染めてですね、興味を持ってですね、えー、まマスターしたりするのは割とこう早くてですね、アーディーのことをそこそここうやっていくというところがありますね。しかしですね、えー、だいたいこう調子に乗ってですね、なんかこうやればすぐできるだろうみたいな形になってですね、そして、えー、ま普段 やっている得意な分野からちょっとこう一歩抜け出して別のことの手を出して、えー、しまうというところがありましてですねそして大方非常に手痛い失敗を食らうということがよくありましたねまあね。えー まあ先ほどいろんなことをやってというふうに言いましたけどある程度の一貫性がある部分もあってですねまあ野球がとにかく好きだったんでまあ小学校低学年からですね結局は高校ぐらいまでこう野球を続けていたんですけどうーんまあその時に時々ねぽこって浮気をしてですね全く野球と関係ないですねえ別のスポーツのクラブにねいきなり入ってですねうーん 今度からこっちやりますみたいな方野球はやめましてこっちに行きますみたいなねバレーボールみたいなことをやったりとかですねえしてですねえまあ普通ねもうちょっとこう慎重な人はねえ自分は今までずっと野球やってきてバレーボールをねえやるんだからまあいきなりはうまくいかないだろうからねえ例えばとバレーボールとかを詳しいねえ友達とねちょっと仲良くなってねえ個人的に会って練習とかね相談して練習 とかさせてもらったりですねまあ、自分がどの程度こう通用するかということをですねいろいろこう研究したりですねし親しべみ,みたいなことをするというような形でですね、まあ、これでいけそうだったらあれはバレーボールにをやるとかっていうようなね、まあ、そういう要素は中学生ぐらいでもね、えー、あって当然だと思うんですけどねいきなりやっていきなりできるだろうと思ってですね、えー、そしてこう練習とかをするとですねもう死ぬほど下手でですね、えー、みんなこう。 びっっくりすするぐらいい下手だというとうころがあってですね野球では多少活躍してはいたんでね野球でもあのぐらいやってるんだからまあ結構できるんじゃないぐらい最初はそういう目を持って見られていたんですけどもう死ぬほど下手でですねえ小学校で下手,なんじゃない下手なんじゃないかぐらいの下手さですねまあ基本的に何て言うか基本的なことできなくてですねもう恥ずかしくて恥ずずかかししくくてて練習を ちょっと出ただけでね45回かなそれ、まあ、とにかく23ヶ月ぐらいでもういい方法の手で逃げるようにやめたという経験がありますね正式に入ったのに逃げるようにやめたというね非常にみっともない思いをしてですねね当時は、ね、その男女ね。えー 同じほぼ同じようなねえ隣同士で練習するからね女子の目とか思いっきりしあのー、見られてですねもう死ぬほど恥ずかしくてですね今もこうトラウマになってしまっているというようなねえ思い出がありますねあとはあのー、楽器とかね音楽が結構好きで,でしてですね、えー、まああのー。 ピアノとととかかかねねねギターとか弾いたりとかをし、ねえー、しましてです、ねまあ、ボーカルやったりとかねバンドのボーカルやったりとかしてたんですけどまあギターとかもね、えー、ちょっとうちで弾いたりとかですね、えー、してたんですね。 でまあ、一応、その趣味でやってたロックバンドみたいな形はボーカルで,でしてですね人前ではマイクを持って歌うだけで,でして、えー、と楽器を弾くことっていうのはなかったんですね。まあ、あの自分の歌の練習のためだけにですね、えー、まあ前あのギターをです、ね、弾いたりとかしてたという形ですね。まあ、ギターぐらいは、ねえー、まあ弾けてもいいだろうぐらいな形ででも人,に、ね、人前で見せるわけでもないしみたいな形でですね、まあ、やっていたんですが。 ししかしね、えー、たまたま買ったギターがちょっとこう安いギターでしてですね、えー、すぐね、えー、弦が切れたりですね、えーまあ、チューニングが狂ってばかりいてですねなんかこう面白くなかったんですね今から思うとあれはギターがね安物を買ったから間違いだったんだなということにねまあ、気付くわけなんですけど当時そういうこと分かんなくてねまあそれなりの難し はしたんだけどやっぱりんなんかちょっとやるとすぐチューニングが切れてねまあ、ギターってこういうもんなのかなみたいなふうに思ってですねあまりこう人に教えてもらったりっていうんではなく完全に独学的な感じでやってたんでねそれでやってもやってもなんかこう弦が切れたりチューニング狂ったりばっかりしててなんか面白くなくてですね俺ギター向いてねえやと思って、まあ、ギターをやめてですね3年ぐらいやったぐらいでそれで。 あ高校時代ぐらいに買って1年も経たずにやめてそれまた大人になってちょこっとやってまたやめてみたいな形だったんですね同じギターを使ってそれでまあキーボード弾こうということでキーボードを弾いたんですね知ったらやはりこう楽しくてですね和音を出したりとかですねそういうのが楽しくて、まあ、コード的なものをですねロック的な観点でね譜面を読むというよりはコードを抑えて歌を歌うみたいな形で。 画流でやって歌の練習しながらやっていたんですけどね完全なる独学でですねギターの場合は独学でやってもある程度問題なくできるところがあるんですけどやはりねピアノとかその鍵盤ですねキーボード関係はね、えー、独学じゃ到底無理なんですけどねそれででもなんか一人で独学でやってですね まあこれででできるよううになったたといいつもりでいたんですね、まあ、それを独学をですね恥ずかしいことに5年以上ねずっとやっててね、まあ、仕事忙しいから一日まあ2 3 0分暇つぶしにポロリポロリとやってたという形だったんですけど。 それでですね、うん、よくねそのサークルとかコミュニティがありますね SNS とかで、えー、ピアノを弾く回とかそういうのありますねでそういうのにですね、えー、まあそろそろこのぐらいできればあ人前でやってもいいだろうみたいな形でですね、まあ、そういうところにこう参加したんですねでは本当 C だったらそのドミ層を抑えて、まあ、F だったらなんとかかんとかみたいな形でですね本当にね独学でね勝手な解釈でやってたんですね それでまあ、そういうところにこう参加してですねそのコミュニティに10人ぐらい集まって1つのこうスペースを借りてですねそれでまあ主催者の方がそうセッティングしてくださってですねそれでまあみんな1曲ずつとか2曲,2曲ずつとかっていうの形で歌ってですねまあ、それで大体23時間かかってですね、まあ、その後夕方飲みに行くみたいな形のね集まりだったんですけどね。 で私もその、まあ、ギターと同じようなつもりで、ね、コードを弾くというような形で、ね、自分なりのこう独自の解釈でピアノを弾きまして、ね、皆さん大体いいピアノの人ってのは子供の頃からやってる、ね、人が多くてですねもちろんちゃんとした先生について子供の頃から男性と女性問わずやってる人が多くてでですねでポロリポロポロとが譜面を見ながら弾くという形だったんですけどね私は譜面とか当然なくですね A, A コード Am になって D になって C になってみたいな形のことをですね まあ本当に独学というか本当に独自解釈でやってですねん覚えてですねそしてその場所に赴いてですねその順番で、えー、やったという形ですくじ引きでね順番を決めてで私がね、えー、ポロリンポンポンって弾いて「あ」とか歌ったわけなんですね知ったら皆さんねあぜんとしてですね「なんじゃその指気持ち悪い,みい」みたいな「んだその音なんじゃそりゃ」みたいなみんな。 皆さん大人なんでねあからかさまな顔には出さないんだけどハテナハテナハテナみたいなじ、ハテナ冷やせハテナ冷やせみたいな形でですね、まあ、そういう反応になりましてですねうまあそこら辺もそういう集まりも3回か4かてたけどどこを買いに行っても本当にそういう,う対応されてですねでギターと比べてかなりねピアノやっぱ難しいんであのー、あーやっぱ俺間違ってるんだなと思ってだんだん恥ずかしくなってね、えー 自分の体がぐん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 って小さくなるというようなのを如実に感じましてですねそれでもうね断念したというようなことがありますですねまあ結局はそのバレーボールの失敗もですね あとテニスも失敗しましたねピアノも失敗したしねあと仕事上ではそっちゅうそういう余計なことをやらなくていいようなことをやってこうお恥かくっていうようなことですねそういうことをですね、えー、まあ繰り返し繰り返し失敗してますね本当にね失敗が多くてですねし,しなくてもいい失敗ですね自分の場合はですねうん 本業に集中してやそればっかりやってればいいんだよみたいなところがあるけど、どうしても余計なことを手出して失敗するというようなね、まあ、ことがね結構多いですね。人間関係的にもやっぱ同じような失敗というか、人間関係の場合は割合と、うーんうーんあんまりこうやっぱり。 趣味と違ってね自分だけの興味だけでぐいぐい突き進むという形なわけにもやっぱいかないんでね社会性が必要なんでねあんまりこう,うろちょろうろちょろ小学校の時みたいにねうろちょろうろちょろ A グループ B グループとかって、まあ、やりすぎるとなんだあいつということになってしまうところやさすがにねやっぱ気になるんであんまりそういうとこに如実に出さないんですけどねただやはり一つのこう盛り上がったグループとかコミュニティーがありますね。そうすると私の場合い,いろんな グループに行ってですね仲良くなって面白そうだなと思うとその人をですねその別のグループに こういううういいい集まりがあるけど来ないというようなとよ形でですねお誘いしてですねそしてこう紹介してあげるみたいな形のことがねやはりそういうのは得意ででしてねあのそのコミューがあったりチームがあったりしてそこでこうじっくりね運営して主催者になってねえ人をこうマネージしたりですね場所を決めてセッティングしたりという作業が割合と面倒で苦手なんですけどいろ,いろんな広いところに行ってその仲介してあげてですねまあ紹介したりとかですねえとこの人とこの人合いそうだなと思って たらねちょっと引き合わせてあげたりとかですね割合とそういうことが得意でしてですねそのチームの中でもそういう役割ですねその仲介者というかうん顔なんていうかなうんインスパイインスピレーションインスパイヤーというかねまあそういうインスパイヤーと違うか まあそういうなんていうの引き合わせみたいなねえ形のことをです,ねまあすることが得意でねそういう形のことをやると割合とね喜んでくださる人が多いですね同じようなメンツで同じような人ばかりよりはまあ気が合いそうな人でねえ楽しそうな新しい人が来ると喜んでくれることが多かったりとかしてですね で人間関係の場合は割合とそういう形そういう方法論をとってですねそしてまあ仲間に喜んでもらうというようなスタイルをとっていたんであんまりそんなにこうトラブルはなかったかもしれないんですけどね。というような形でですねまあそういう失敗ですね。 えー、本当に失敗しまくりででしてですね。まあ、仕事に面においてもそうですし、まあ、人間関係もね、さっきはいいところだけ言ったけど、いろんな失敗、細かい失敗たくさんしているところがありますね。まあ本当恥ずかしい人生という形でですね、送って、えー、今までね、えー、来たわけなんですけどね。まあ、人間は先ほども。 ね、言いましたけど一つのやっぱ性格みたいなものがしっかりあってそれの光があってそこのね反対側に影ができるとそしてまあ時代によってねその太陽と同じでね上にその光の、ね、源光源がですね上に行ったり下に行ったり横に行ったりとかいう形でぐるぐるね結構変わってですねで影もぐっとこう伸びたりね、えー、縮んだりという形でですねそのありようがこう常に変わってくるというところがありますねただ自分分の,の根本的なな部分は変わらないんでね。 それを理解してですねあこれが今良い,い面に出てるんだなあこれが悪い面に出てるんだなとかねあここ行くと自分は合うんだなあこ,こ,こういうとこ行くと自分はダメなタイプだなとかっていうことをですね、まあ、しっかりね、えー、認識してくるとですね、まあ、だん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 その失敗がこう少なくなってきてですね自分に合う場合あこの チームは俺に合うなとかね。こういうこの仕事の形式はまあ自分に合うなとかっていうことが徐々に分かって、まあ、やはりねこうね。あの失敗がこう少なくなってくると、自分のことをプロデュースできるようになってくるという形になるんじゃないかなという風うに思いますね。自分を変えちゃってね、えー、この時代、この世の中、この環境、この会社。まあ、このチームに自分が合わせるようにするためにね、えー、その自分の形を変えてですね、えー、なんていうかな、ね？適用しようとするっていうのが一番。 良くないんじゃないかなというふうに思うんですね。やはり、長所も短所もね、えー、まあ、あの、基本的には。 ないといとうかですね光の当たり方周りの見方によって時代の見方によって異なってくるわけでねそれのその形をねえ変えてですねえなんかその評価とかそういうものを得ようとしたりとかするっていうのはねまあ、ある種逆にこの自分自身の本質をごまかして生きていくことになって要するに仮面をつけて背伸びをしてね姿勢と声色を変えて生きてるようなもんでねそうすると非常にねえ疲れるということになりますね。 自己否定になったり自己評価が低くなるというような形になるんじゃないかなというふうに思うわけで。そううしますすとですねやはりこう あのどんどんね好きなことやって失敗して何ていうのかなでそうするとだんだん自分に合う場所ですとかね自分に合いそうなキャラとかですね同じ失敗もパターンがあ,るであいつもの失敗だなとでこういう時はねこうこうこうやってこうなってあれだからこうやってやればうまくいくなっていうことがねパターンがだんだんつかめてくると思うんですよね。まあ、自分の操縦方法っていうかですね自分の個性の扱い方というか、まあ、セルフプロデュースとかっていうものができてくるようになってくると思うんですね。 ですからねまあそういう形でまああの自分を無理して変えないでね、えー、まあ自分を好きでい続けてね、えー、自分を大切でい続けるということは非常に重要なことだと思いますしねそれでまたねうまいこといくとねさらに自信がついてねよしじゃあ自分のもっと強さをねアピール良さをアピールして効率よく的にね、うん、アピールするにはね、えー、こういう 仲間とこういうところに行ってこういう形でやってこういう仕事をすればさらにうまくいくだろうというようなことがどんどんね、えー、分かってくるんじゃないかなというふうに思うんですねあとは逆にねこういうところいくつ絶対失敗するなとそういえば子供の頃こういう形で失敗したなとあれと同じパターンだみたいなことが分かるとですね、まあ、失敗を回避することができるようにもなってくると思うんですねですからねうんまあとにかくね、えー、自分の根本をね、えー、根っこを変えようとするなという ことですよねそして自分を好きでい続けて大切にしてね自分が悪いとかって絶対思っちゃダメでねあの自分と合ってないとかねそういうふうに思った方が絶対いいと思うんですよね、うん、いい悪いじゃなくねう,会うととこころに持っていこうとかねそういう形のものの見方をすることが本当大切でね自分が悪いというとどん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 自分が萎縮してね人生つまんなくなってきちゃうんでね えー、これは自分に合ってないと思ったりとかねもちろん努力し,てしたりとかね適応したりして自分を変わることも大切ですけどね、まあ、自分変えてばかりいるとほんと苦しくなってくるんでね自己評価低くなってきてつまんなくなってくると思うんですよねですからとにかく自分を大切にしてね、えー、楽しくっていうか、まあ、そうすると自然的に楽しくなってきますね、うん、ですからそういう形で皆さんねなんかこう生きていって,ていただきたいなみたいな風に思っていると、まあ、いうような感じでね思いましたまあ ね、え今回はまあ自分のねみっともない部分を,を出してちょっと例えとして出させていただきましたけど、まあ、そんな感じでうん,なんかねお役に立てればという形で思っております、まあ、長いことねえ時間お付き合いいただきましてありがとうございましたでは失礼します。